まいです。椎名さんは鑑定協会の総本部の指導員です。26です。26歳。はい、じゃ椎名まいさんです。はい、はい、28歳です。嘘ついた。はい、空手歴は何年ぐらいなんですか？空手歴は、今年で23年、5歳からすごいですね。なんか30年やれば達人ですもんね。宮本武蔵の言葉に言うと。はい、中橋さんは前お名前はウォーターハウスさんって、はい、ウォーターハウスミキーレベッカが正式美人双子姉妹みたいなので結構ね出てました、ね。はい、あの妹双子なんですけど、はいはい、もうずっと5歳から一緒に空手をやっていて、で大学まであの妹も空手一緒にやってたんですけど、妹は今はもう辞めて。ものすごい似てますよね。ちっちゃい時は似てるんですけど、あの今は全然似てない。あ、そうですか。似てますね。似てますか。はい、中橋さんです。リキアです。今カルテ協会の総本部指導員で3段です。はい、で今おいくつですか？今26になりました。26歳、はい、で空手も相当長いですか？空手は小学校3年生の時に始めました。おー、はい、よろしくお願いします。はい、飯村さんです。中町浩二です。総本部で、指導員やってます。浩二さん、なんかあれですね、歯が抜けて話し方が可愛い感じになった。浩二さん、基本歯が抜けてるんですか？基本歯はないです。いや、なんかあの結構歯がない人多いですね、空手協会です。まあ入れ歯の人は多いですけど、職業病なんでしょうがないです。女子は大丈夫ですか？大丈夫です。自分は大丈夫です。思いますか？今何歳？今29歳です。29歳。空手歴はどれくらいですか？23年です。あ、じゃあ6歳ぐらいかな。小学校1年生からやってます。じゃあその辺もね、後で、はい、いつから歯が抜け始め、抜けてはいない。はい、はい、ちましたね。こんにちは、中達也です。50歳になります。よろしくお願いします。10に見えないでしょ。若すぎですよ、それ、すごいなぁ。誰に勝って優勝したんですか？隣にいる飯村。飯村さんはじゃあ準優勝ということで、はい、この野郎って感じなんですか？いやいや、そんなことないです。負けるべとして負けるべ。いや、前回のタイの大会は彼がチャンピオンだった。あ、そうなんですか？はい、だ今回が2連覇かかってた大会だったんですね。あ、前回の決勝戦はどなたか？自分。あ、そう。あ、じゃあそのリベンジでもあったんですか？そうです、自分のリベンジで。そういうドラマがあったんですね。そうなんです。あ、で、女子のね、組手です。今気に入ってますよね。女子の組手で、活躍されて、椎名まいさんは何位でした、今回は？あ、2位です。2位で、はい、ちょっと不本意な結果ですか？いや、そんなことないです。個人の方で、優勝された中橋さん。はい、ね、浜さんは日本大会でも優勝したんですか？全日本も優勝したんですけど、世界大会は、あの人生で、あの一般になってから初めてです。あ、そうなんですか。はい、へえ。組手の練習もするんですか？あの、組手の練習もします。あ、そうなんですか。はい、道場で、あの小林先生の道場で練習してるんですけど、小林先生もすごい、型の選手は組手をやって、組手の選手は
型をやるっていうのすごいいつもおっしゃってるので、組手を。じゃあここで椎名さんと戦ってもらいましょうか。あるかな、年が1歳差なんで、結構組手の試合に、すごいですね。で当たった、大学で当たりました。どうやったっけ、実はこういうのがあった、面白い話で。面白い話、お父さん、ない。ちょっと待ってください、それ。なんか椎名さんって結構緊張したりとかします、最初って。緊張はしない、しないよ、ね、ちょっとずれてるもんな。緊張したら感じたいですね。ドキドキっていくのはないですけど、ないです、ね、でももうちょい早くしろよってのあります、こっちから見て。コーチやってて、おい、試合近いんですよ、もうちょい高めろよってあるんですけど、オーケーとかですか。まあ、あれが彼女のやり方だと思う。あります、うん、今回は特にあのおばあちゃんが来てたんですね。初めておばあちゃんが空手の試合に初めて、うわー、それはそれで家族全員っていうのが初めて。それは来たん、なんか昔から空手やってるんですけど、もう自分が殴られるのが嫌だから見に行きたくないって一回も来なかったんですよ。それが今回初めて来てくれたんで、特に負けられないっていう気持ちは強かった。いい話ですね。横田さん喜んでました。喜んでました。準々決勝前かな、こう試合に控えてたんですよ、一緒に、はい、立ってたら急にこうなりまして、動けなくなっちゃったんですよ、立ってただけで。で一緒に見てもらったら、もうもともと水溜まってたんですね。で本人気づいてなかったんですよ。で試合前に急に水抜きまして、それも大量だったんです。水抜くって、注射打ってそこでブワーッと抜いて、ものすごいあれですよ、医者がよく動けたねっていうぐらいの。本人気づいてなかったんですけど、これ気づいて注射注入して、注射して薬注入して動けるようになって、はあ、ただそれまた切れちゃうんで、また決勝戦前でやったりですね。はい、もうそういう戦いもありましたね。その時はすぐカメラ初めて1日5本注射打ちました。うわーすごい。いやすごかったです本当に。あの強打食らって脳震盪で何も覚えてなくて、病院行って、私が病院に連れて行きました。ああ、そうなんだ。それ海外で、タイの世界だけです。救急車に乗って行きました。タイの救急車で病院から電話って、どういう状況ですか、そんなシュガーって来た。医者はどういう状況ですか、普通知らないって、もう忙しいんだから無事で分かんない、なんとか白い医者が。見てるとドクターの稼働率がすごすぎるで す、ね、もういやだから少年部からね出てますね、はいはい、そういう意味ではなんかハードですよね。そうですね、で、まあ、だからそのあのコートだけの戦いじゃなくて、はい、コート以外の戦いもずっとありますんで、あ、はい、待つとか痛みとかですね、あ、それもあるんで大変です。そうですよね、フルマラソンだったら2時間ちょっと終わりますけど、うん、朝から晩までですから。そうですね、しかもね、千葉さんは個人で優勝した後に団体戦がありました、ね、あれ、もう中瀬さんひどかったですよね。怒りましたね。あの千葉さんが盛り上がって、わーだったら、千葉氏、気抜くなとか言って、千葉氏、これ団体戦あったのに、もう一回頑張ってもらわなきゃいけないもんですから、お先にやって喜んでる場合じゃないです。あとほら瞬間に走っていきましたね、カメラバーッと音が、なんかこうごっつい先生に、あれ道場の師範なんですよ、すっごい怖そうに応援来てくれてる、来てくれてたんですけど、やっぱ自分結果全く残せてなくて、で今回やっと一つタイトルが取れて、う、ね、もう嬉しくなって、うん、すぐ走って、その先生どうですか。道場、山形の道場です。山形なんですか。何先生ですか。鈴木智弘氏なんですけど、ね、すごいなんか泣いてましたよ。うん、男だですよ、ね、昭和って感じ。心を鬼にして言ったわけです。どうしたけんだ。